ティケナペーペマンです。ティケナゲカパです。ティケナアップルです。キリマルのケイです。なんやねんそれ。まるっとでええねん。まるっとキリマルです。皆さんこんにちは、キリマルでございます。イエーイ。ということでキリマルちゃんと初コラボさせていただきます。接点で言えばミックスチャンネルの時からお互い知ってて、でやっとなんか関西コレクションで先月ね初めましてっていう感じで3人ではお会いさせてもらったんですけど、どうですか？なんか怖いです。何がやねん。いつも一人で撮ってるんでちょっとなんか威圧感がすごいというかやっと3人に会えてすごい嬉しかったです。その中でもキリマルちゃんといえば先日ねスタイルブックの方を出版されたということで、ファッションのカリスマというねイメージがすごく強いんですけど、そんなねキリマルちゃんと GU で男受けモテコーデ対決でー。今回はこちらのお三方でデートの日に着ていきたいコーディネートを GU で約1万円分ぐらいで組んでもらいたいと思います。男受けを狙うのって難しいじゃないですか。うん、だからちょっと不安なんですけど、キリマルさんに勝てたら私はいいですよね。あれ何がですか？キリマルさんに勝てたらすごく自信がつきます。あ、なるほどね、はい、もうそれはね乗っ取らせていただくことも承知の上でってことですよね。どっかに私の顔がもしかしたらアポさんはまあじゃあ男受けっていう意味ではすごく得意分野。いやいや彼氏受けっていうのはやっぱ女の子らしさを出さないといけないので、うん、考え方変えていかないかなと。じゃあ早速いきますね、自由の方に。買いきましょう。それでは買いに行きまーしょー。大丈夫か？難しい。キリマルちゃんに出発ライブをしていただきたいと思います。では出発いたします。うわー大丈夫。おはようございます。デートコーデ対決ってことなんですけども、意気込みのほどは？今回は女の子らしさをちょっと全開にしていこうかなと思います。今回ねファッション女王のキリマルさんがおられますけども、中継に行かないとやっぱりテーマとかあれば。涼しい日のお散歩ゆっくりデートでいつもより朝早いからって元気ないのだけは疲れ。他のお客さんはみんなピカピカ起きてるのに、あんただけ眠そうすぎるから。すごいんだ。おはようございます。おはようございます。意気込みのほどは？キリマル様の言う絶対勝てないでしょとか思ってるけどまあとりあえず可愛いコーデは組めればいいかなって思ってる。ちゃんとじっくり選んでください。任せてください。頑張ります。なんかテーマとかを聞いてるんですけど、うん、あったりしますか？ちょっと友達寄りのあんまりじんみり来ないような感じにしようかなって思います。あ、まあ女受けもしつつ男受けもするみたいなね。おはようございます。今回ですねデートコーデ対決ということなんですけども、なんか意気込みとか。ガチで狙いに行きます。もう皆さんそうおっしゃってますけども、絶対1位。やっぱりねスタイルブック出されてますから、はい、1位取らなければおかしいですもんね。おかしいですよ。テーマとかあれば。女を出していくよって。いいじゃない。あ、ライバル登場です。お互いバチバチしてますね。これでねコレクションの裏側の楽屋のモデルさんたちみたいですね。ちょっとまた来ますね。頑張ってください。どうしようデートにならん。好きな人がいたとしてその人の気持ちを考えるのよ。ここだけなんですキリさんは結構女を出してくって言ってました。できるようなことをしないと。どうですか？なんか無理かもしれない。今試着したんだけど違った。時間に許しはありませんよ。そうですよね。ちょっと急いできました。ちなみにお二人は会計終わっておりました。ギリギリまで見るキリマルさんです。デートということでワンピースにしました。この小物を見てほしい。セットのリングを買ったんですけど、このお花がね大きくてすごい可愛いんですよ。アクセサリーはゴールドにしました。でここにねリボンがついてて、このバッグと靴は黒が好きなので黒でバッグと靴を
して合わせてみました。あの歩きやすいので結構どこまででも歩ける、手持ちにもできるんですよ。これすごい可愛い。全身9000円ぐらいのコーデになっております。終わりです。デートといえばやっぱり絶対大人っぽいコーデがいいかなと私は思いまして、このグリーンのカーディガンとこの靴をこのグリーンで合わせると涼しいコーデにしたいなと思って、こんな感じのコーデにしました。ポイントはショルダーバッグいつも私かけてるんですけど、それをあえてやめてこの持ち手のバッグに変えたことです。テーマありますか？いい女。すいません、いい女ここにもいます。ちょっと待ってください。一緒の一体並ぶとミッドサマーちょっとお互いの共通点って言ったらすごくうろうろしました。自由なようにお互い執着点がここにあの愛の不時着ですね。愛の不時着しました。おめでとうございます。ありがとうございます。動画的にはアートの不時着ですよ。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。アップルです。私はなんか水色っぽいお花が柄が入った服にしてみました。全体的に黒とかじゃなくて割と明るめの明るい色にしてみました。カバンはなんか麦わら帽子みたいな生地にしました。で靴も麦わらっぽい生地に、これが紫だからちょっと合うような紫っぽい色にしてみました。全体的にもう雲の上みたいなふわふわした女の子のイメージをしてみました。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。ちょっとだけ問題が発生してたんですけど、あんだけの大型の店舗で被ることはあるのかなっていうとこちょっといろいろねあると思うんですけど、本当にたまたま不時着しちゃったってだけですよね。で今回ですね、まあ、僕が審査員をさせていただくということで、この3人の中からデートに着てきてほしいコーデを選ぶわけなんですけども、決まりました。ビビってきたのがもう1個あったので、すごい。あくまでもあの本当に個人的な見解で渡っていただきたいなと思います。それでは結果を発表させていただきます。GU デートコーデ対決 with きりまるちゃんということで、はい、よー間違えますよ。あ、だと、あ、違う違う違う、全然違いますけど、かわいい。発表します。1位に輝いたのはアップルさんです。こうなんかパッて全体見た時に鼻のカラーでこれ結構着こなすの大変じゃない。あとなんかここのインナーの使い方がすごい上手だなと思ったのがすごいあって、今回はこちらを選ばせていただきました。これアクセサリーも自由で、あ、これも趣旨も小物使いもめちゃめちゃ上手だなと思ったのが今回選ばせていただいたポイントになります。しかもこれ5点買って1万円以下でした。小物もねすごい上手にできているなというところもまあ高評価ということで、マジででも全員良かったです。あの、こうパッて見てて、うちもうこのワンピースあったと思ってめっちゃ欲しかったと思ってね、こうやって全然違う使い方もできるから、うん、このワンピースすごい買った方がいいなって皆さん思ったんじゃないかなと思います、うんうん、はい。どうですかスタイルブックは？スタイルブックいいですか？降りてもらう降りてもらう私チラチラしいのよガチで今回がっつり企画って感じだったから、また今度はなんかゆるこおしゃべりとかできたらいいなって思っております、うんうんね、以上 PK とキリマルでした。バイバーイ。